種であるる南西諸島島ののうち以下の島に分布するこのうち奄美群島では、もともと奄美大島と徳之島に分布していたが、海を渡って掛狼島、受島、与え狼島に分布を拡大したと考えられている。また、蒸気以外に、ケラマ諸島や宮古島にも人為的に移入されている。琉球イノシシは、琉球語の各方言では、以下のように呼ばれる。 体型は生息する島によって異なるが、日本イノシシと比較すると外して小さく、東道長50から110センチメートル、体重は20から50キログラム程度である。このような小型化は、ベルクマンの法則や当初化現象によるものと考えられている。琉球イノシシは、イノシシの亜種とされるが、頭蓋骨の形状の違い等から、 別種の原始的なイノシシと考える研究者もいる。西表島及び石垣島の個体群は、沖縄本島及び、奄美群島の個体群と、遺伝的に、塩基配列が異なる。また、形態上も、上顎骨にある涙骨や郊外列の形状が、異なるとともに、入島の数や位置も相違する。このため、西表島及び石垣島の個体群を、 独立した亜種とすることが提唱されている。植生は雑食性。C の実や、タケノコ、柑橘類、サツマイモ、砂糖、キビ等の農作物、昆虫、ミミズ、カタツムリ、ネズミ、ヘビ等の小動物を食物とする。アマミグイ島や八重山列島では、近年、琉球イノシシによる、ウミガメの卵の食害が、問題になっている。日本イノシシの繁殖期が、 通常年1回であるのに対して、琉球イノシシの繁殖期は年に2回である。鍋物、焼肉、刺身、チャンプルー等として、食用とされる。沖縄県島尻郡八重瀬町にある、旧石器時代の港川フィッシャー遺跡からは、食用と考えられる、多数のイノシシの骨が出土している。ただし、出土した骨の大きさは、 日本イノシシに近く、当初化の兆候も見られるものの、現世の琉球イノシシとの関係は明らかになっていない。奄美群島では、縄文時代から琉球イノシシが食用とされてきた。近年個体数が増え、道路や民家周辺にも頻繁に現れるため、捕獲して、食肉への加工、流通も盛んとなっている。 入り表島でも古くから食用とされてきたが、近年、観光客や人口の増加に伴って、琉球イノシシ肉の需要が増大して、狩猟圧が高まっており、生息数の減少が懸念されている。近年、イノシシの家畜種である豚や、イノシシと豚の雑種であるイノブタとの交雑が進んでおり、遺伝子の格乱が懸念されている。ありがとうございます。